ハイラインは全長2 3トルのニューヨーク市にある線形公園である。マンハッタンに所在した廃止されたウエストサイド線と呼ばれるニューヨークセントラル鉄道の支線の高架部分に建設された。1993年に完成した類似したパリのプロジェクトである全長4 8トルのプロムナードプランテに着想を得てハイラインは 空中緑道及び配線跡公園として再設計された。ハイラインはマンハッタンのローアーウエストサイドへ伸びるウエストサイド線の廃止された南北間に建設された。具体的にはミートパッキング地区のガンズボートストリートからチェルシー地区を通りジャビッツコンベンションセンターの近くの34丁目にあるウエストサイドヤードの北端に至る。かつては ウエストサイド線はさらに南へ伸び、キャナルストリートのすぐ北のスプリングストリートにあるターミナルまで通じていた。しかし、その区間の大半は1960年に取り壊され、残っていた区間も1991年に取り壊された。鉄道から都市公園へ転用するための工事は2006年に始まった。2009年には第一区間が 2011年には第2区間が、2014年には第3区間が公開された。このプロジェクトは、近隣の不動産開発に拍車をかけ、波浪効果によって不動産の価値を高めた。2014年11月現在、ハイラインには年間500万人近くの入場者が訪れる。1847年、ニューヨーク市は、 マンハッタンのウエストサイドに併用軌道を敷設した。安全確保のために馬に乗ったウエストサイドカウボーイズが列車の前で旗を振っていた。それでも、なお、貨物列車によって多数の事故が起こったため、中盤街はデスワベニューとして知られるようになった。ウエスタンエレクトリックコンプレックスの下を通る列車。この区間は現存している。公園建設が行われていない区間。 34丁目の南側に沿って上昇し、南へカーブする線路を西から見た風景この問題が議論された後、1929年にニューヨーク市、ニューヨーク州とニューヨークセントラル鉄道は、ハイライン建設を含むウエストサイド改良計画に同意した。13マイルに及ぶ計画線は105の踏切を撤去し、 リバーサイドパークに32エーカーの敷地を追加するものだった。費用は1億5000万ドルで、これは2009年の20億ドルに相当する。ハイラインは1934年に開業した。当初は34丁目からスプリングストリートにあるセントジョンズパークターミナルを結んでいた。路線は高架鉄道の欠点を避けるため、 道路の上ではなく外区の中央を通り抜けていた。これにより、直接工場や倉庫に接続し、建物の中に列車が入って、牛乳、肉、農作物、加工前あるいは加工後の製品を、道路の交通を妨げることなく輸送することができた。また、ベルラボラトリーズビルディングへの貨物が盗難されることを、防ぐ効果もあった。また、ナビスコの工場には、 線路を通す空間が確保された。列車はワシントンストリートにあるウエスタンエレクトリックコンプレックスの下も通っていた。この区間は減損しているが、公園となった区間とは接続していない。1950年代に入ると高速道路を使ったトラック輸送が増加し、鉄道による貨物輸送は衰退していった。1960年代には、 ハイラインの南端区間が廃止された。この区間は、ガンズボートストリートから、ワシントンストリートに沿い、クラークソンストリートに至る区間で、路線のおよそ半分に相当した。ハイラインで最後に列車が運行されたのは1980年で、貨物は、貨車3両分の冷凍された七面町だった。1980年代中頃には、高価線下の土地所有者が、 路線の撤去を求めるロビー活動を行った。チェルシー地区の住民で鉄道ファンでもある活動家のピーター・オブレッツは法廷で解体への動きに異議を唱え、ハイラインで再び列車を運行させようと試みた。1990年代には廃線とのバラストの中から雑草や低木、樹木が乾燥に耐えて反茂していることを数人の都市探検家と 地域住民に知られるようになった。1999年、非営利団体のフレンズオブ、ハイラインが、ハイラインの沿線住民であるジョシュア・デイビッドとロバート・ハモンドによって設立された。彼らは、ハイラインの保存とパブリック、スペースとして再利用することを主張した。ハイラインを歩行者向けの用途に再開発するための、幅広いコミュニティの支援が広まり、2004年には、 ニューヨーク市の予算が割り当てられた。ニューヨーク市長のマイケル・ブルームバーグ、市議会議長のギルフォード・ミラーとクリスティン・クインは重要な支援者だった。2009年6月8日には南端のガンズ・ボート・ストリートから20丁目までの区間が市営公園として開設された。20丁目から30丁目までの中央部は2011年6月に公開された。 30丁目から34丁目までの北端区間は CSX トランスポーテーションが保有していたが2011年にニューヨーク市へ寄付され2014年9月に公開されたその区間から伸びる視線部分は2017年に公開予定である公園に転用されるまでの間ハイラインは荒廃していたがリベット止めされた鉄骨の高架橋は 基本的に健全な状態を保っていた。線路上には雑草や草花、低木、漆のような不揃いな木が生い茂っていた。ルドルフ・ジュリアーニ市長の市政下では解体のために閉鎖されていた。再建された20丁目の線路14丁目と15丁目の間でチェルシーマーケットの2階を通り抜けるハイライン。側線と歩道橋も見えるスタンダードホテルの下を通る。 ハイライン10番街と17丁目の交差点にある展望席。道路上の窓からは、得意な風景が見える1999年に、地元住民のロバート・ハモンドとジョシュア・デイビッドが、フレンズ・オブ・ハイラインを結成した。目的は、ハイラインを、パリのプロムナード・プランテのような高価の公園か、緑道への転用を推進するためで、シカゴのミレニアム・パークにも着想を得ていた。 2004年にニューヨーク市は計画中の公園を設立するために5000万ドルの予算を計上した。2005年6月13日、アメリカ陸上運輸委員会はサーティフィケート・オブ・インターム・トレール・ユーズを交付し、市にハイラインの大部分を国の路線網から除去することを許可した。2006年4月10日、市長のマイケル・ブルームバーグは工事開始の記念式典を行った。 公園は、ニューヨークを本拠地とする、ジェームズ・コーナー率いるランドスケープコンサルタントの、フィールド・オペレーションズと建築設計事務所のディーラー、スコフィディ・オレンフロによってデザインされ、植栽デザインを、オランダのピエト・アウドロフ、工学デザインをビューロー・ハッポルドが担当した。主な支援者には、投資家のフィリップ・ファルコンや、デザイナーのダイアン・フォン・ファステンバーグ、彼女の夫である、バリー・ディラー、 彼女のこのアレクサンダー・ファステンバーグとタチアナ・フォン・ファステンバーグがいる。ロサンゼルスにあるシャトー・マーモントのオーナーとして知られるホテル開発者のアンドレ・バラスはハイラインをまたぐ337室のスタンダードホテルを建設した。ガンズ・ボート・ストリートから20丁目までの南部区間は2009年6月8日に公開された。この区間は 14丁目と16丁目にある5つの階段とエレベーターを含む公園のアトラクションには野生に帰った廃線の風景に着想を得て植栽された植物が挙げられるさらにしばしば現れる市街地とハドソン川の意外な景観がもその一つである小石打ち込み仕上げのコンクリート歩道は線路と一体化し広くなったり狭くなったり 端から端へ移動したり、バラストに埋め込まれている植物と石畳に混ざり合って枝分かれしたりする。敷設されている線路と枕木はハイラインでかつて使われていたものである。線路の一部は川の見える位置にある椅子を転がす用途で再利用されている。210種類に及ぶ植物のほとんどは不揃いな草地の植物で、ヤブを形成する草、リアトリスや、 やぐるまぎく、まばらに生える漆や、スモークブッシュなどであるが、アメリカ原産のものに限られているわけではない。終点のガンズボートでは、数種のカバの木が午後遅くに木漏れ日をもたらしている。備え付けのベンチに使われているイペ材は、生物の多様性、水資源と繊細な生態系を保護し、持続的な開発を確保するために、森林管理協議会の認証を受けた森から、 産出されたものを使用している。建造物と植物が融合していることに加え、ハイラインには文化的なアトラクションもある。長期の計画として、公園では一時的に様々なインスタレーションや展示を行っている。最初のインスタレーションとして、クリエイティブタイム、フレンズ・オブ・ハイライン、ニューヨーク市公園レクリエーション局は、スペンサー・フィンチのザ・リバー・ザット・フローズ・ボース・ウェイズを、 発注した。この作品は、旧ナビスコファクトリーの貨物ホームにある窓と融合し、700枚の紫と灰色の窓ガラスでできている。それぞれの色は、1分ごとにハドソン川を撮影した700枚のデジタル画像の中から、中央にあるピクセルを正確に測定したものである。作品名の由来は、川の写真を引き伸ばした描写に基づいている。 クリエイティブタイムは古い工場の錆びて使われなくなった窓が現れるという場所に根ざしたコンセプトを実現するため準備と設置に金属とガラスの専門家であるジャーロフデザインの支援を受けた2010年の夏はステファン・ビティエロによるニューヨークの鐘の音色から作られた音のインスタレーションが取り上げられたオルタナティブアートスペースであるホワイト・コラムスの ディレクターだったローレンロスは、ハイラインの芸術における初の責任者である。30丁目からは、高架線が西に向きを変え、再開発計画中の10ハドソンヤードを回り込んで34丁目の、ジャビッツコンベンションセンターに至る。10ハドソンヤードの入り口の一つは、ハイライン上に位置している。さらに、近辺にハイラインプリンスと呼ばれる高級的な、 期間限定のアート作品展示場所が2018年に設置予定である。ブルームバーグ市長はハイラインプロジェクトが地域活性化の先導役となっており2009年には30以上のプロジェクトが計画または実行中であるとしている。2010年には公園内でアーティストが作品を売ることをハイラインの規則が許可していないことが小さな論争となった。 2011年6月7日、20丁目から30丁目までのハイライン第二区間解説を記念するテープカットが行われた。この式典にはニューヨーク市長のブルームバーグ、市議会議長のクリスティン・クイン、マインハッタン区長のスコット・スティンガー、会議員のジェロルド・ナドラーが出席した。公演での犯罪は非常に少なくなっている。 第2区間の解説後すぐにニューヨークタイムズが報じたところによると公園の解説以来暴行や強盗といった主要な犯罪は報告されていないというパークスエンフォースメントパトロールが歩道への犬や自転車の持ち込みといった様々な公園の規則違反に対して出頭命令を出しているがその頻度はセントラルパークより低い周囲のビルから ハイラインがよく見えることが、そのことに貢献していると公園は主張している。このデザインの特徴は、都市計画の専門家、ジェイン・ジェイコブズの著作に着想を得たものである。フレンズ・オブ・ハイラインのジョシュア・デイビッドは、誰もいない公園は危険だ。繁盛している公園には、その心配がない。ハイラインで一人ぼっちになることは、ほとんどない。と新聞に語った。 ハイラインの整備に伴い、ハイライン沿いの不動産価格は上昇傾向にある。2ブロック東の地区に比べて平均して約2倍に不動産価格が高騰しているケースもある。ディア芸術財団はガンズボートストリートの終点に美術館を建設する構想を持っていたが、提案を撤回した。ホイットに美術館はアップタウンのマルセル・ブロイヤーがデザインした。 既存施設の増築計画を変更し、連ゾピアノがデザインをする新館を建設し、2015年5月1日に開業した。2010年の夏、20丁目から第2区間をアップタウン方面に向かってみた風景。この区間は翌年に開設された。ありがとうございます。